このせば。どうしてこんなことに。あれ、珍しくガラガラだな。なんかあったのか。はい、急に冒険者さんたちが来なくなっちゃって、うちのお店もう飽きられちゃったんでしょうか。それはない、絶対にな。俺とあいつらは同じ夢を見てきた仲間だ。何かあったに違いない。原因を調べるぞ。絶対におかしい。一生ついていきます。あなたがいれば他に何もいらない。うわ、一体何の騒ぎですかね。男の人たちが集まって、うん、真ん中に誰かいるみたいですけど。ん、あいつは。あら、カズマさんじゃない。どうしたのかしら、そんな顔して。おい職法、その取り巻きたちはなんだ。これは私の派閥のメンバーよ。なかなか役に立つ人たちなの。なるほどな、冒険者たちはそれで店に行かなくなったってことか。メンタルアウトの能力で男たちを操ってる。カズマさん、何なんですかこの人は。まあちょっとした知り合いというか、なんというかだな。あら、釣れない言い方するのね。いつも仲良くしてくれてるじゃない。仲良くを強調するのやめてもらえます。変な誤解されたら困るんだが。お前らもあれだけ世話になった店を忘れて食法に尽くすなんてどういうことだ。これまでのことを思い出せ。忘れた。皆さん、騙されちゃいけません。お店なら幸せな夢が見れるんですよ。よく見たら、あなた、男の人たちの頭を覗いたら出てきたお店の子ね。みんなの頭の中にいたから気になっていたの。なあ、お前まさかあの店のことを知って。当然よ、だって頭の中が覗けるのよ。わからないわけないじゃないの。やばーい。どうする、どうしたらいい。あのうちにお客さんが来なくなってピンチなんです。どうか皆さんを解放してあげてください。そんなこと言われてもね。いろいろと大事な仕事もやってもらってるし、今すぐってわけにはいかないのよ。あ、大事な仕事。それは内緒よ。乙女の秘密を探るなんて野暮なんだぞ。あー、お姉ちゃんこんなところにいたんだ。今日も一緒に遊ぼうよ。その子どうしたんだ。知らないわ、誰かと勘違いしてるんじゃないかしら。お、最近毎日うちに来てくれるじゃん。昨日遊んでくれた冒険者さんたちもいっぱいいるし、早く行こうよ。おう、ここにいたのか美咲。町中の子供たちが感謝していたぞ。美咲がたくさんの冒険者を引き連れて子供たちを遊ばせてくれてな。大人と思い切り遊べて楽しかったそうだ。職法、お前まさかそのために冒険者たちを派閥に入れたのか。そんなわけないでしょ、ちょっと退屈しのぎにやってみただけみたいな感じよ。たく、そういうことにしておいてやるか。けどある程度済んだら男たちを解放してやってくれないか。このままだとあの店が本当にヤバくなっちまいそうなんでな。お願いします。カズマ、あの店とはなんだ。言ってない。あら、そんなすぐに記憶がなくなっちゃったの。
私がカズマさんの頭の中覗いてあげようかしら。やめろ！ついでにカズマさんにとっても幸せな記憶を植え付けてあげることもできるけど。それはちょっと興味あります。カズマさん、現実で楽しもうとせずにちゃんと夢で楽しんでください。本当にいろいろと退屈しない世界よね。このスバ、このスバ、さっきのブラッドファングの一撃素晴らしかった。あれほど重いものを食らえるとは。俺無理して出ていくなって言ったよね。お前はいつになったら学習するんだ。話には聞いてたけど、カズマさんも苦労してるのね。クエストの度にこんなことがあるの？分かってくれるか。このパンカツクルセイダーと来たら何度止めても敵に突っ込んでいくんだよ。それじゃ騎士の名が泣いちゃうわね。そうだ、私が手伝ってあげるわ。お、なんだ、そんなものを私に向けて。えい、このスバ。いやー、食砲の能力って本当にすごいよな。ダクネスの攻撃が当たりまくるなんて。好きなように動いてくれるって便利でしょ。それじゃ解除するわね。私は一体何を。大活躍だったわよ。次々と敵を切り伏せて、攻撃は華麗にかわして。攻撃をかわした、私がか。ああ、あれはどこに出しても恥ずかしくない凄腕クルセイダーだった。記憶がない間のこととはいえ、そんなことをしていたなんて、なんともったいない。蹂躙しようと集まってくるモンスターたち、なぶられ疲弊していくうちに、いつしか私の体はあられもない姿になる。そんな夢のようなチャンスをみすみす逃してしまうなど、一生の不覚。この人ったら本当に筋金入りね。理解はできないけど、ダクネスさんみたいなタイプは学園都市にはいないわ。なんだか興味深いわね。ダクネスさん、探したわよ。ちょっと話があるのだけど。私に話？もしや重い一撃を食らわせてくれるようなモンスターの討伐クエストがあるとか。そういうのじゃないわ。私の派閥に入らないかっていうお誘いよ。派閥とはよくわからないが、パーティーみたいなものだろうか。まあそう思ってくれていいわ。入ってくれたらあなたが望むもの毎日でも味わわせてあげるわよ。私が望むもの？重い一撃でも激しい一撃でも、それはもうあなたのお望み次第よ。魅力的な提案だが、いや、しかし、せっかく誘ってくれたのに悪いが、辞退させてもらおう。まだ条件に不満なの？それなら。そういうことではなくて、大事な仲間がいるんだ。カズマたちと離れるわけにはいかない。とにかく、すまない。また一緒にクエストでも行こうではないか。それなら大歓迎だ。ふーん、あんたが正面から人を誘って断られるなんて、珍しいものが見れたわね。あら、美坂さん、いつからいたのかしら。覗き見なんてお里が知れるわよ。いちいち腹立つ言い方するわね。ただ
あんたなら精神を操って無理やり仲間にするのかと思ってたけど。野暮なこと言うのね。いい？本当に欲しい相手が自らの意志で従うことに価値があるのよ。まだ諦めたわけじゃないわ。絶対にダクネスさんを派閥に入れてみせるから、見ていなさい。このスバ